皆さんこんにちは、ゾワチャンネルの時間がやってまいりました。司会のゾワです。さあ今日のタイトル早速いっちゃいましょう。こちらです。ジャン、クイーンズ駅伝 in 宮城、イエーイ。さあどん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 日にち迫ってまいりました。予選会ですね。今年から一本化された予選会、地域の区別なく上位の純粋に14チームを決めるというですね、過酷かつ熾烈、展開もあり、惜しくもですねシードを取れなかったチームありますよね。ユニバーサル、はい、そしてエディオン、あ、そして天満屋、強豪チームありますよね。そして僅差で逃した北連と、いやもう予選会から盛り上がってきそうですよね。で僕はサイト調べたんですよ。なかなかね情報なかったんですけれども、こちらクイーンズ駅伝じゃないですか。予選会はもうプリンセス駅伝というふうに名前がなってました。はい、ここ勝ち上がって本戦でクイーンになれよみたいな感じなんですかね。いやー楽しみでなりません。さてさて、そんな中でもちょっとひときわこのチーム台風の目になるんじゃねえというですね、私実業団見つけてきました。紹介したいと思います。こちらです。日本郵政チームガン来ました。いや前回のですね東日本予選、日本郵政、途中棄権しましてですね出てないんですけれども、なんと今回やはり今乗り乗って、こちら鈴木亜由子選手ですよね。まあ、世界陸上で、まあ、惜しくも入賞ならなかったんですけれども0コンマ何秒差の9位、そして、9月に行われました、実業団、対抗陸上競技会1万メートル、鈴木選手出られまして、なんと自己新記録、なおかつリオ五輪の標準記録まで突破するというですね、快挙を成し遂げまして、まあ、1位だったんですけどね、鈴木選手が。乗りに乗ってたんですよね。いやこの鈴木選手にですねチームのみんながこう感化されてレベル上がってくるっていうのはよくあることなんですね。いや日本郵政出場してくるんだろうですよ。多分出場してくると思うんですよ。なかなかですねその予選のエントリーがまだ出てないんで確実に出てくるかどうかわからないんですけれども、もしも出てきたらめちゃくちゃ面白いですよね。そしてその予選会、鈴木亜由子選手がどのような、いやー10月25日待ち遠しいな。本当全国放送でやってほしいですよね。でもね大学駅伝ですから全国大会ね、こちらの女子の方が同じ日にあるんで、本当どうなんで同じ日にやるんだみたいなね感じではあるんですけれども、皆さん全日本実業団女子駅伝予選会、まあ、in 福岡ということでございましてね、もう一緒に応援して盛り上げましょうよこのプリンセス駅伝をね。はい、ザーも一緒に応援しますよ。チャンネル登録お願いします。イエイ。